はい、本日はですね、ノースフェイスパープルレーブルの2022年秋冬の新作をね、一緒に見ていきたいなというふうに思います。ということでね、なんでこの企画をしようかなと思ったかというとですね、こちらにパープルレーブル2022年のロンティーだけなぜか知らないけど買ってしまったんですよ。で、ロンティー着のレビューするのもあれやなと思ってて、なんかええ企画ないかなと思ったらですね、僕の右腕の人がですね、拓斗さん、新作出てるからそれ一緒に喋りながら見ていったらどうですかって、あ、それいいですね。それでようやくこのロンティーも成就されますね、なんて言ってたんで、これを着ながらね、今年の2022年のノースフェイスのパープルレーベルっていうのがね、どういう新作出てくるのかっていうのはね、ご一緒に見ていきたいなと思います。で、まずですね、パープルレーベルってそもそも何ですのと、ここに書いてある確かに紫色のノースフェイス、普段皆さんが見てるノースフェイスってこのノースフェイスがね、一般的だと思うんですよ。まあ黒というか、まあブラックレーベルというんですかね、まあこういった黒がね、一般的だと思うんですけど、日本にはね、このパープルレーベルっていうのがあるんですよ。で、これに関しては海外ではありません。日本しかないので、日本にはパープルレーベルっていうのがあります。じゃあ隣韓国では何があるんですかっていうとですね、韓国ではですね、ちょっと当たっちゃいましたけど、韓国ではですね、ホワイトレーベルっていうのがあるんですよ。だから韓国バージョンはホワイトで、日本バージョンはパープルで、ヨーロッパはヨーロッパであるし、アメリカはアメリカであるってことで、まあいろいろあるんですけども、確かアメリカは赤のタグちゃうかったかな、ちょっとアメリカのやつ今ないかな、あるか、ちょっと見当たりませんでしたけどもね。まあそういったことでパープルレーベルって言ったら、あ、日本の普通のノースフェイスよりもちょっと街に特化した、ブランドやなと思ってもらったらいいんですけど、それがね、パープルレーベルです。まず着替えていきましょう。はい、というね、このようにパープルレベルの2022年の新作の秋冬モデルの、L サイズを僕は着用してます。まあ同じやつは下の動画説明欄に貼ってるんですけども、まあ、胸のところにね、ちっちゃくノースフェイスのロゴがあって、それらはもうほんまシンプルな、まあコットンのロンティーなんですけど、これを着ながらね、見ていきたいなと思います。ではまずこちらでズドンと横見ていただきましょう。こちらですね、ノースフェイスのパープルレベルの、秋冬のコレクションが開始しましたよということで、ゴーアウトさんというページね、雑誌のページがあるんですけども、雑誌というか、ウェブページかな、そちらから引用させていただいております。なので引用元に関しては下の動画説明欄にもリンク貼っておきますので、そちらから見ていただければより詳細が分かるんですけども、まあ、それをね、ご一緒に見ていただいて、あ、こんな感じなんやな、あんな感じなんやな、このロンティーもね、出ますけども、見ていきたいなと思います。まず一つ目っていうのがね、このアウター系とか、やっぱりこの70年80年代にかけた、クラシカルアウトドアをベースにしたアイテムということで、まあ、自然の中でも、着用できるとい う, こう、まあ、街中でも着れるんやけども、ちょっとレトロな雰囲気があるというような感じですね。この外人さんなんか見たら分かりますよね、いかにもモデル級みたいな感じで、あ、よく見たらカバンのところにもこうやってノースフェイスのパープルレーベルね、このパープルのレーベルの日本のやつがありますけども、これが、ありますと。で、まあ見ていただいたら分かるように、ニットとかも比較的ちょっと、まあなんていうの、ノースフェイスっぽくないというか、このなんていうの、機能性よりもどっちかって言ったらファッション性をね、取ってるっていうのが、この見ていただければ分かると思うんですけど、パープルレーベルで、パープルレーベルのダウンジャケットとかも結構毎年人気なんですよ。すぐ売り切れて、すぐなくなっちゃったりするんですけど、まあそもそもの数自体がおそらく普通のノースフェイスより少ないんですよ。だから、数も少ないし、まあ、欲しいって思う人も多いからすぐ売り切れちゃったりするということでね、シャツとかもこれノースフェイスのね、パープルレベルのシャツやし、もちろん外のアウターもそうで、帽子もそうということでね、こういう風になってて、これもそうですね、シャツもノースフェイスのこれロゴついてますけど、パープルレベルのやつで、パンツもそうなんですよ。デニムのパンツとか、あとチノパンとかね、このパープルレベルがよく得意なんですけども、こういったことになってると。で、こう新たなキーカラーであるニュートラルなグレーは、さまざまな年齢やシーンに性別にフィットする色というふうに書いてあるんですけどもね、まあこういった形で少しゆったりめのシルエット、やっぱりこうシティ感のあるようなね、サイズ感になってるんちゃうかなと思います。で、パープルレーベルといえば、まあまあこうやっていろいろあるんですけども、毎年人気になってるのダウンジャケット、そしてこのフリースですね。フリースもなかなか人気なんですよ。で、これのデナリバージョンとかもあったりするんですけど、よくね、ロンハーマンとかとコラボしてたりするんで、この辺はめちゃくちゃ人気なんですけども、まあなくなるでしょうと。そしてもう一個人気なんていうと、何が人気なんですかっていうと、一番最初に来てたね、モデルさんが来てたんやけども、あれないな、あ、ありました、ありました。これ次ナナミカのページにあったんですけどね、ナナミカのページのこのマウンテンパーカーが、とにかくこのノースフェイスの元々のノースフェイスがこれが人気やって、もう通常バージョンのノースフェイスでは今出てないんやけども、パープルレーベルで、形を変えながらちょっと出してるという、まあノースフェイスのもう元祖の名作っていうのがね、このジャケット、明日にも書いてる不屈の名作って書いてあるけども、1976年発売されたマウンテンパーカーって書いてあるけども、こちらがね、今年も、継続で出てるみたいなんです。値段が 36,300 円、まあ、マウンテンライトジャケット、
このあたりより少し値段は安いけど、まあ、ほぼ同等で、まあ、スペックとしてはね、結構劣ってくるんですけど、まあ、クラシックな感じがお好きな方とかはね、このあたりの64クロスのね、ジャケットはいいんかなと思います。ちなみに64クロスってね、何なのっていうことでね、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、防水にもね、歴史があるんですよ。で、これはもう超ハイスペックモデル、超近代型防水ジャケットなんですよ。なのでもう一番最初のね、クラシックというか最初の防水ってどんな防水があったんですかっていうと、一番最初はワックスなんですよ。ワックスをベタベタに塗って、生地の上にこうワックスをベタ塗りして雨が入らないようにしてたんですよね。それがもう当時戦争とかやからえらい100年ぐらい前の話なんですけど、でもそれってベトベトなって動きにくいよねっていうので、次ゴム引きって言って中にゴムを入れるっていう、これもちょうど戦争とかぐらい の軍隊で使われたんですかね、それがあって、でその次にこの64クロスっていうのができたんですよ。その次に今ゴアテックスがあるっていう、こう4つの段階が大きく分けてね、踏み込んで防水ができてて、今この一番最新のゴアテックスっていうのが、まあ、ここ10年20年ぐらいは続いてるんですけど、その一昔前まで、今ちょうど50代以上の方とかは64クロスっていうのがねめちゃくちゃ有名やったんですけど、っていうかそれしかなかったんですよ。防水といえばそれしかない。まあ防水じゃないんやけどね、はっきり言うと。まあ分かりやすく言ったら車とかと一緒ですわ。車もね、今もう電気自動車とかってあるけど、ちょっともう一回たどり行ってみましょう。ガソリン自動車ありましたよねと。もう一個前行きましょう。ガソリン自動車生まれる前は、まあ、馬車とかね、馬が引いてたりするじゃないですか。でもう一個前行きましょう。人間が引いてて人力車があったりするって、まあいろんな過程をたどって車も大きくなってきてるっていうか、進化してるのと一緒で、防水ジャケットも進化してきてる。じゃあ一個前で言ったら64クロスで、ゴム引いてる。ゴムは分かりやすいですね。このジャケットの裏側にこうゴムを入れてて通らないよと。この表の方はビチャビチャになってるけど中にも来ませんよっていうのがゴム引きジャケットって、マッキントッシュとかも有名なんですけどね。まあその辺があったりとか、知らないとかしたらわけのわからん話、まあそのことはどうでもいいんですけど、そのもう一個前とか言ったらワックスを塗るなんて言ってね、ワックスベトベトに塗るのはそんなこと知らずいてるって言ったら、今でもまだブランドあるんですけど、バブアーっていうブランドが、もともとそれが始まった、ワックスをいっぱい塗って防水ジャケットにしてたっていう歴史があるんですけどね。で64クラスに来ました。この64クラスで有名なのがノースフェイスではなくてシエラデザインっていうのがめっちゃ有名なんですよ。でそこで出てきたんですけどもね、まあ、構造としてどうなってるのっていうと、服ってねよく見てもらったら縦の糸と横の糸がこう交互に重なっていって、こうバッテンバッテンバッテンってこう折られてるんですね。これ折りっていうんですけど、この折られてる配合があるんやけども、この縦糸と横に噛んでるこの横糸ってあるじゃないですか。でこの配合を横をね、確か横がナイロンやったかな、どっちかなんですけど、ね、ちょっと忘れたけど、横がナイロン、縦がコットンっていう風にするんですよ。でナイロンとコットン、へえそれがどうしたんって話ないけども、ナイロンっていうのはめっちゃ丈夫な生地なんですね。だからすごい丈夫な生地が横に入ってる。縦もじゃあナイロンにしたらええやんって思うんやけども、この縦のコットンって水を吸うとね膨張するんですよ。ブワーって横に広がっていくんですね。横に広がることによってこう隙間がねなくなっていくんですよ。最初ってこうやって隙間あるんやけど、お互いがブワーって横に広がっていくことによってこう隙間がなくなって水を通さないですよね。だから64クロスって水通しませんよねっていうことになって、まあ、人間の工夫でね防水が、まあ、防水っていうか水が通さないのができてきたんやけども、まあ、はっきり言って大雨とか降ったらもうビチャビチャになります。もう全然もう防水とかじゃないから、もう全然もうビチャビチャになるけど、今とかもう完全防水が出てるから全く濡れませんよっていう話があるんやけども、まあ、そういったことでこの水をね弾いてるような様子があるんですけど、まあ、その64クロスに対して最後撥水の加工をかけてるから、まあ、水を洗濯とかしていったらどんどん取れていくんですけどもね、まあ、取れていっても一応素材的に折りの工夫として64のクロスをやることによって普通のアイテム、こういったシャツとかに比べると水が通りにくいですよっていうようなね、まあ、工夫がされてるというのがこの64クロスなんですけど、まあ、それのおすすめの64クロスになっております。まあ一回ちょっとね僕もね一回買ってみてもいいかなとか思ってて、もしお声が多ければぜひ買いますのでね、それの紹介しようとかね見てみたいっていうのがあればね、ぜひぜひ言っていただければ買っていきたいなと思ってます。それでね買っていきたいのは行きたいんやけども、それ全部わし払わなあかんやないかと、全部金わしやないかと思うんですけどもね、まあ皆さんにまずは見ていただこうということで、毎回毎回自腹を払ってね、このロンティも忘れかけられてたけども自腹でもちろん買っておりますよ。誰かスポンサーつかんかなっていつも思ってるんですけどもね、なかなかつかない。こんな適当なことばっかり言って、さっきも言ったけどナイロンどっちやったかなとかコットンどっちやかなって言ってたら誰もスポンサーつかないんですけどね、まあスポンサーつかんぐらいで適当なこと言うのが一番僕は楽なんですよ。だからまあこれからもこんな感じでやっていきたいなと思うんですが、まあとにかく何が言いたいかっていうと、ノースフェイスのね新作いろいろ出てきますよと。で今回パープルレーベルのお話をさせていただいたんですけども、気になる方はね下のさっき言ったリンクの方から見ていただければより詳細がわかると思うんですけど、あじゃあ今年ダウンジャケット買ってみようかなとか、あフリース買ってみようかなとかね、まあいろいろ買ってみたいなっていうのがあるかもしれないんで、まあ基本ロンティーとかに関してはそこまで別に普通の既存のノースフェイスのやつと変わりはないです。だけどまあアウターとかはもうちょっとスペック
が落ちるかもしれんけど、よりこうファッショナブルになってくるかもしれないんでね、まあその辺はちょっと人の好みなんですけど、へーノースレスもそんなレーベルがあるんやと。で今年韓国のホワイトレーベル僕行きますよ、行きますよっていうか出していきますよ、買って出していきますのでね、また楽しみにしていただいて、その時にあホワイトレーベルって確か韓国やったねって、日本やったら紫やったよね、アメリカやったら赤やったよねっていう風に覚え出していただければね、まあノースフェイサーの一員になれると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、ノースフェイスパープルレーベルの新作を一緒に見ていったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。